フィゲラスは、スペイン・カタルーニャ州、ジローナ県アール・テンポルダー群に属するムニシピ。1974年に開館した、ダリ美術館名称は、西郷東国時代のフィカリスに由来する。1267年には、アラゴン王ハイメ1世がこの町のフェローを認めたが、4年後には、アンプリエス・ハク・ポンス4世が町を焼き払った。 フェルナンド6世の治世の1753年にはサンフェラン城が完成した。1930年代後半のスペイン内戦では共和国派に忠実でありナショナリスト派に繰り返し爆撃された。1950年代から復興を遂げ観光業などで経済的に潤った。2004年にはタイプライターのコレクションで知られるアンプルダー技術博物館が開館した。 フィゲラス鉄道駅カタルーニア州の北東部に位置しており、ジローナ県の県とジローナからの距離は約4 0トルカタルーニア州の州都バルセロナからの距離は約1 4 0トルフランスのペルピニャンからの距離は約6 0トルジローナコスタブラバ空港からの距離は約5 0トルである。旧市街の東側にはフィゲラス鉄道駅がある。二0 1年には スペインとフランスの2国にまたがる LGV ペルピニャン、フィゲラス線が開通し、フランスの首都パリまで約5時間30分で結ばれた。2013年には、スペインの高速鉄道であるアベニューのバルセロナ・フィゲラス、区間が開通し、バルセロナやマドリードとも高速鉄道で結ばれた。フィゲラスは芸術家、サルバドール・ダリの出身地であり、ダリ自身が設計した。 ダリ劇場美術館は多くの観光客を集めている。ダリ劇場美術館は1974年に開館し、1980年代半ばに増築された。また、1859年に最初期の潜水艦、イクティネ・オアイを発明した技術者、ナルシス・ムントリオールの出身地でもある。1990年代から2000年代にかけて、 活躍した歌手モニカナランホの出身地でもある。ありがとうございます。